お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、お前はいいんだよ。あ、いい。お前はいいんだよ。はい、もういいですか、早速。あ、すいません、すいません。いや、今日ですね、ちょっとお客さんとお話をしていて、ちょっと思ったんですけど、普段、まあ、代表も伊藤さんも、なんか健康に気をつけるとか、何か意識してることってありますか？まあ、それなりにね。ありますか、っていうのはですね、今日はまあ、話していたお客様の旦那様が、日常的に瞑想をしてるっていうお話だったんですよ。迷ってんの？いや、迷う瞑想じゃなくて、集中するっていうんですか、そういうイメージですよね。でもこう瞑想って、なんとなく僕もそれを聞いて、瞑想ってまあまあなんかこう集中して何かやることだよなっていうのはなんとなく思うんですけど、まあ、実際どういうことをするんだろうと、ちょっと調べてみたんですよ。で、瞑想っていうと、まあ、することによってまあ集中力が高まるとか、ストレスが軽減されるとか、まあ、ポジティブになれるって言ってるわけですよ。はい、で、瞑想の仕方って伊藤さん分かります？なんかあるわけだね。なんかあるんですよ。あるんだ。ちょっと今調べたのを、ご紹介させていただくと、まあ、有名なのが3つあるんだそうです。で、1つは、まあ、サマタ瞑想と。で、サマタっていう言葉が、日本語では漢字の止めるっていうのを意味すると。で、その目的は心を落ち着かせることなんですって。で、焚き火やろうそくの炎をずっと集中して見続ける。で、それからはもう注意をそらさずずっと集中することで、まあ、それも一つの瞑想なんです。そうです。もうずっと炎を見続ける。あ、瞑想に入ってしまう。それが、ちょっと待ってください。今何を見てらっしゃるんでしょうか。だよ。すいません。だからこれも一つの瞑想の種類、でもう一つがですね、ヴィパッサナー瞑想というのがそうです、これはですね、よく見るということを意味しており、気づきに重きを置いていると、で、これはもうリラックスできる状態にすると、まあ、座っていても、まあ、横になっててもいいんだそうです、で、呼吸をこう吸って吐いてっていう呼吸の自分の出入りを観察すると、で、息を吸い空気が肺を通り体を巡ってまた口から出ていく、っていうことに気づくことが大切だと、まあでもそれはあれだね、僕の、風邪をひいた時の対処法にちょっと近いところがある、風邪をひいた時の対処法、まあまあいいさ、まあまあいいさ、じゃあもう一ついきますね、これが最後なんですけど、マインドフルネス瞑想、これはですね、今に集中して、今の自分を受け入れる瞑想と、で、これが一般的に広く普及している瞑想なんだそうです、で、方法としては、椅子や床に背筋が伸ばせるように座る、で、肩の力をリラックスし、自然なペースで呼吸し、呼吸に意識を向けると、いうことなんだそうです。まあつまりあれだね、まあこの、もちろんこの瞑想っていうのをね、こうやってる方とか、まあ、教えてる方とか、まあ、流派みたいなものももしかしたらあるのかもしれない。かもしれない。まあ、共通してるのはね、やっぱりまずこう気持ちを、まあ、集中しつつ、そうなんかリラックスさせると、ね、でも人間ってさ、その何も考えるな、余計なこと考えるな、いいか、余計なことを考えるんじゃないって言われても、つい考えてしまうじゃないか、ね、だから余計なことを考えないために、その炎を見て、そういうことなんですね、その炎を、なんか揺れてんなとか、なんかふわーっとね、とかね、あとその呼吸に、だから要するに何も考えないようにしようって思うと、何も考えないようにしようってことを思ってしまうわけだよ。そうですね。そうしてる間になんかいろんなことを考えちゃうから、考える、ね、だからもう考えるのは呼吸だと、呼吸の、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って
て、その吸った空気が喉を通り、はい、肺に行き、はい、腸を通り、はい、へで出てくるぞいや違ったなみたいな、まあ、そういうふうに、はい、そういうことに集中をしているうちに、はい、なんか極めて無に近い状態にまずなると、はい、なんかそういうことがまず共通してるんじゃないかと思いますが、ね、はい、うん、でまあ別に瞑想自体は僕は全くね、はい、その否定するつもりとかね、はい、そんなの聞くのかよとかね、はい、全然思いません。うんうんうん、一つのやっぱりその精神集中というかね、はい、リラックス法というかね、はい、うん、そういう、こう雑念をちょっと落ち着かせるとか、うんね、うん、そういう意味ではね、うん、あの非常に効果的な取り組みの一つなんではないかなと、はい、思いますよ。だから例えば朝とか、うん、寝る前とかね、うん、5分でも10分でもちょっとそういう時間を取るだけでね、はいはい、ちょっと落ち着くなんていうね、はい、効果はあるのかもしれませんね、はい、そのようです、うん、はい、しかしながらね、はい、そのさっきこの効果、はいはい、効果3つあって、はい、それぞれにまあ一応重きを置いてる効果がある、はい、ありますね。でその最初のやつが何でしたっけ。最初のやつが、うん、こちらは、うん、心を落ち着かせること、うん、まあ、僕は常に心落ち着いてますからね、まあ、つまりそれはもう必要ない必要ない、うん、で次がですね、うん、よく見るという気づきに重きを置いてると、うん、僕はもう常にアンテナを伸ばしてね、はい、いろんなことに気づくタイプですから、はい、これ以上気づいてしまったらね、はいはい、もうビリ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 してしまいますから、もうそれも必要ない、はい、うん、で3つ目はですね、うん、今に集中して今の自分を受け入れると、うん、僕はもうね、はい、今こそ全てだと思ってますからね、人間は過去も未来もない、今の瞬間の繰り返しなんだ、はい、今が一番大事なんだ、はい、そして、はい、今の自分を受け入れろ、はい、だから必要ないですね。まあ僕にはだから瞑想は必要ない必要ないということですかね。まあ、でもさっきから若干キャラがあっち行ってるどちらかって、うん、なんか違った意味の瞑想をしてるけど大丈夫か。まだちょっと自分のボイスが定まらないんだ、受け入れられてないよボイス。そんなものは瞑想したところで見つからないんだよ、はい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 、しゃべり倒して、はい、やがて見つけていくしかないんだ、うん、だからこそその自分を受け入れるんだよ、はい、受け入れなとつらかってるから、きっと今日これを見てる人はね、うん、どうした代表、声がなんかさっきからいろいろ違うぞと。そう、どちらかり、ね、うん、そう思われるだろう、うん、いいんだ、それも受け入れる、うん、受け入れながら、うん、試行錯誤しながら、うん、前に行くんだ、うんうん、まあ、そういうふうに思ってますから、うんうん、まあ、僕の精神状態的にはね、うん、まあ、瞑想はまあありがたいことにね、はい、今は必要ないなと。そうか、そうでしたね、まあ、いうふうに思ってる、ね、はいますけど、はい、もういいじゃないですか、はい、うん、ただね、うん、だから最近本屋さん行ったりね、うん、こういろいろこう見てるとね、うん、まあ、やっぱりコロナがあって、うん、ね、みんな先行きが不安なんだ、うん、将来どうなるんだ、この先一体どうなるんだ、うん、ね、それはもう年齢問わず、うん、ね、皆さんがそれぞれ不安を抱えてる、うん、ね、そしてその答えを誰も持ってない、うん、ね、うん、だからみんな不安なんだろう、うん、そんな時にね、うん、そのメンタルを保つために、うん、まあ、今こういった取り組みとかね、はいはい、こういった書籍、はい、多いですよ、はい、しかしながらね、人生というのは常に自分で答えを見つけていかなきゃならないんだ、はい、いやさ、はい、答えなんかないんだ、はい、正解も間違いもないんだ、はい、それは自分で決めるしかないんだ、はい、だから俺のその書籍でも言ってただろう、うん、がむしゃらでも言ってただろう、はいはい、症状は自分で決めればいいんだ、はいはい、言ってました。そして山を登ったら必ず山は下らなきゃいけない、はい、つまり人生には波があるんだ、はい、な、はい、そういうことを考えていくんだよ、はい、少なくともだから今はな、まっとうな時代になったんだよ、うん、今までが異常だったんだよはい、そうだろう、そうです、はい、好きなものが食えて、はい、好きな人に会えて、はい、食うに困らず寝るに困らず、はい、そんな生活が当たり前にできると思ってること自体が幸せすぎた、はい、今までが当たり前じゃないんだ、今までが幸せすぎたんだよ。はい。どうだ。あのね、一、うん、ミリも入ってこねえわ。どういうことだ。どういうこと。意識じゃ声がちゃ。どういう声がさ意識の方に。まあまあじゃあちなみに、うん、じゃあね、うん、その人の話を笑って吹き飛ばしてるお二人はね、うん、何かその取り組んでる、はい、日々取り組んでいる健康法。はいはい。何かありますか。
僕はですね、お、まあ、この間、うん、代表にあのストレッチを教えてもらったんです。ちょっと、はい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 、それはね今毎日やるようにしてるんですよ。ほうん、まあ、朝と夜基本的にストレッチをしてる。はい、うん、まあ、それぐらいですね。で それによってだからどうなんですか。いや、そうすると、うん、でもそこを話さないとさ、いや夜やると、うん、キャラが変わって、あの、うん、朝起きた時のなんか体の感じ違うんですよ、やっぱり。おお、やっぱり違うだろ。楽になったか軽い感じになります。おお、違うだろ。忘れてんだよ声を。違うだろ、やっぱり夜やると、はい、な、違う。そうなんだよ。だから寝る前のコンディションっていうのは大事なんだよ。そうですね、まあ、柔軟もそうだけど、はいはい、な、はい、寝てる間人間は意識は寝てるが、はい、体は動いてるわけだよ、うん、な、うん、心臓ももちろん動いてる、うん、脳も動いてる、うん、な、うん、胃腸も動いてる、うん、だから寝る直前に消化の悪いものを食べると、うん、自分は寝てるけど、うん、胃腸は一生懸命寝てる間もそれを消化しようとして動くんだよ、はいはいはい、な、だから朝起きた時に何かこう疲れて、なんかもったりしたりとか疲れたり、そうですね、うん、そうですね、つまりその寝る前のコンディションっていうのは大事なんだよ。はい、いや決して怒ってるわけではないんだ、すまんすまん、ちょっと声を荒げてしまったら、はい、大丈夫です。怒ってるわけではない、はい、気合を入れてるだろ。ありがとうございます、うん、そうだな。はい、うん、伊藤さんは何か早起きだね。ああ、伊藤さんは最近 ね、はいはいはい、今年はやっぱり釣りにもハマり、うん、早朝からね、はい、海に行って、そう、うん、で歩くじゃん、はいはいはい、歩いたり、うん、まあ歩いたりするじゃん、歩いて歩いてな、そうで、いいですね、海に浸かったりとかもするじゃん、はいはい、足だけだけどさ、うんうんうん、まあ、太陽にも当たるしな、そうそうそう、いいですね。そうすることで何かこう変化があったんですか。ありました。お、お、最近さ、うん、逆なんだけど天気が悪くて朝釣りに行けないんですよ、うん、そしたら、うん、なんだろう、やっぱりこう朝の目覚めがもったりしてる、うんうん、なんか逆にね、そうで、行動一つ一つの行動がやっぱりもったりする。あ、なるほど。もたー、うん、もたーみたいな。まあこれもいろんな説があるけど、うん、やっぱり人間もね、はい、あの体内時計というものがある、はいはいはい、まあ、これが6時という人もいれば、うん、まあ、5時という人もいるんだが、うん、まあ、いかんせん人間は、まあ、大体その朝早い時間、うん、ここから体内時計がスタートすると言われてるんだよ、うん、ね、うん、だからその時間に起きて動くことでその体内時計と自分の実際のこう過ごす時間がね、うん、こうピタッとくると、うん、やっぱりこれがずれてしまうと、うん、ちょっとこう体調が良くないな、そうそうそう、ね、うん、だから釣りをするために、うん、早く起きて、うん、ね、うん、もう4時5時6時からこう体を動かすと、うん、やっぱり体がね、もともと持ってるその時間にピタッとこう合ってくる、うん、そういうことなんだろうな。そうだから偏頭痛の回数がすごい減ったんですよ。ああ、いいことだそれは。え、怒られてんの。 Yes Yes 何 Yes って何よ。いや、とてもいいことだと思った。そうでしょう、うん、ね、最近だからちょっと頭痛かったりするもん、うん、あ、起きれないから。そう、朝。そう、ああ、それはあるね、うん、あるね、うん、だからやっぱりね、はい、まあ規則正しい生活習慣なんて言うと、はい、ちょっとつまらない言葉に聞こえるけれど、うん、ね、うん、逆に言うと、うん、何時に寝ても、うん、起きる時間は決めた方がいいっていう話だな。ああ、言いますね、っていうか代表が言ってましたね、うん、たとえ、まあそれは睡眠時間がな、うん、1時間だ2時間だが続いてしまったら、うん、それは困るが、うん、ね、うん、多少短くなろうが、うん、長くなろうが、うん、例えば6時に起きると決めたら、はい、前の日何時に寝ようがやっぱり6時に起きる、はい、これがいいらしいよ、うん、うん、ほうらしいよ、うん、うん、だから別に予定があろうがなかろうが、うん、休みだろうが、うん、あの平日だろうが、うん、やっぱりその自分のな起きる時間は、うん、あんまりこう変えない方がいい。なるほど。どうしてもほら休みの日とか、うん、今日はちょっとゆっくり寝たいなとか、うんうんうん、思ってしまう、うん、そんなことではいけないんだよ。はい、ちゃんと6時に起きる、はい、そういうことが大事なの。はい、いや、すまん、声を荒げてしまう。はい、怒ってるわけではないんで、はい、うん、はい、はい、はい、ありがとうございました、うん、伝えたいなと思った、うん、ありがとうございます、はい、まあ僕がやってる健康法というとですね、はい、まあ、正直言うと、はい、その渡辺さんが最初に言った、はい、瞑想、はい、
まあ、なんて言うんでしょう、僕の場合はもうだからナチュラル瞑想派というんでしょうか、うん、別にあえてそういうふうに意識せずとも、はいはいはい、なんかさっきポジティブとかもなんか言ってたよな、言ってました、ポジティブになれる、うん、なれるって ね、うん、ね、言ってましたよ、自分を受け入れるとか、はいはい、言ってましたね、うん、まあね、これはね、こんな言い方をするとね、こういささか気分を悪くする人もいるかもしれないが、はい、それは僕だってもう40半ばまで生きてくればね、うん、今までの人生でいろんな自分も勘違いをしてきたわけだ、うん、中学校の時はね、うん、クラスのほとんどの女子がきっと俺のこと好きだろうと思ってたんだよ、うん、まあそれはあっという間に勘違いだってことに気づくわけだ、はい、あ、そうだ、な、よかった、うんうん、でこの仕事に就けばだ、はい、俺はきっと他の人にはない類まれなる才能を持っていると思ってしまうんだよ、うんうん、歌を歌えばな、うん、俺はきっと歌手になれるぐらいのレベルなんじゃないかって若い時は思ってしまうんだ、うん、しかしながらあっという間にそれから、うん、そうじゃないことに気づくんだ、うん、そんなことを45年も繰り返せば、はい、そんな瞑想なんてしなくたって、はい、自分のことは大体分かってくるわけだそしてそれを受け入れるぐらいのな、はい、ことはな、身についてる、もう身についてるわけだ、なるほどね、分かっとるわいと、はい、うんうん、ね、うんうん、で、うん、まあこれは少し真面目な話になるかな、いいか、うんうん、いいか、真面目な話をしても、はい、はい、お願いします。今はこうして動画を撮ったり、はい、まあもちろん鏡を見れば、うん、自分の姿を一応見ることはできるが、うん、しかし物理的にはだ、うん、人間自分の目で見れる自分っていうのは、うん、まあ、例えば手だったり、うんうんうん、な、うん、足だったり、うん、まあ、お腹ぐらいは見れるか、うん、しかしながら背中は見れないな、うん、はいはい、そうですね、な、でこうなんか寄り目っぽくこうすると、はい、鼻先くらいは見えるわな、はいはいはい、でも自分の顔を自分で見ることはできないな、はいはい、つまりだぞ、うん、自分って自分だよな、うん、しかしながら、うん、自分に最も遠いところにいるのが自分の背中だったりするわけだよ、うん、なるほどね、な、うん、一番近いところにいるのも自分だけど、うん、またその表裏一体だな、うん、自分と一番遠いところにいるのが自分、うん、物理的に言えばな、人間は自分で自分を見ることはできないんだ、うん、そうすると、うん、じゃあ俺はどこにいるのかと、はい、それはな、今伊藤さん俺の顔を見てるわけだろう、そして伊藤さんの頭の中には俺という人間の存在があるわけだよ、うん、つまりな、うん、自分以外の人間の中に自分はいるわけだよ、うん、そして、うん、100人の人が俺を知れば、うん、それぞれなりの俺がいるんだよ、うん、俺をいい人だと思う人もいるだろう、うん、俺をすごい人だと思う人もいるだろう、うん、俺を神だと思う人もいるかもしれない、うん、が一方でだ、うん、あのクソ野郎って思うやつもいるかもしれない、うん、な、うん、あんな役立たずって思うやつもいるかもしれない、うん、そうかもしれない役立たず、うん、いや思うかもしれない、うん、だただ若い時はな、うん、例えば何か言われればな、はい、何言ってんだよ俺はそんなんじゃねえよ、うん、とか思うけど、うん、まあこのぐらいの年になるとな、うん、どんな風に言われても、うん、それはその人がそう思った以上、うん、その人の中にいる俺は、うん、それがリアルなんだろうと、うんうんうん、それを俺がな、うん、違うっていうのもな、うん、またちょっと違うなと、うん、つまりそれが受け入れるということではないか、うんうん、な、うん、あ、そうか、その人から見たら俺はそうなのか、うん、でもしそれに対して自分がいやそんなことはないんだって思うなら、うん、やっぱりその人にそんなことないんだってちゃんと思ってもらえるように接していかなければいけないし、うん、な、あ、その人はそう思うのかと、はい、まあでもそれはその人の自由だと、はい、別に構わんぞと思うなら別にそれはそのままでもいいだろうし、はい、まあ、こういうことがな、こう自分を受け入れていくと、うん、引いてはもうポジティブってことじゃないか、うんうん、どう思われようと、うん、そのことであまり一喜一憂することなくな、はい、うん、そんなことよりも自分自身は自分自身としてどんな自分でありたいんだと、うん、まあ、ここに集中をするわけだ、うん、つまりそれがさっきの言った今に集中するみたいな話でもあるわけだよ、はいはい、ね、うん、だってお前俺がな、うん、ろうそくの火見てな、はい、こうやってたらなどうするよ大丈夫かこいつって思うだろう、うん、思うね、なですね、うん、やっぱりな、こう毎日の生活、はい、毎日の関わる人、うん、ね、うん、そうすると一日一日やっぱりこういろんな思いが動くわけだ人間な、うんうん、
そういうコツコツした毎日のことをな、うん、しっかりと積み重ねていくと、うん、あまりそんなにこうな右往左往することない、うん、だから若いうちはいろいろ一喜一憂して、はい、勘違いをして、はい、な、うん、でこう落ち込んだり、うん、飛び跳ねたり、うん、いろんなことしながら、うん、まあ普通になそうやって生きていけば、うんうん、まあ俺ぐらいの年になればな、うんうんうん、まあそこそこのバランス感覚っていうのは身につくんじゃないか、はいはいはい、いや身につくんじゃないか、うん、はい、まあ俺はそう思ってる、はい、うん、いやもちろんだから、うん、瞑想したり、そうですね、な体操したり運動したり、うん、早起きしたり、はい、それぞれの体質に合った、はい、それぞれの性格に合った、はい、いろんな健康法はあると思うけどな、はい、あんまりなこれ行き過ぎるとな、うん、そうですね、たまにストイックすぎる人いるね、いやいらっしゃいますよ、なんかもうほらマックは絶対食わねえとか、はいはいはい、いや食べた方がいいよな、うん、肉はもう絶対食わねえとか、うんうん、そうですね、うん、考えてくれよ、はい、そもそも健康でありたいな目的は何なんだと、うん、まあ、それも人それぞれだろうけど、はいはい、本来はな、うん、そんなそれこそ健康なんて気にすることなく、うん、人と楽しく、うん、な、うん、家族と楽しく、うん、和気あいあいと元気よく、うん、で美味しくご飯食べて、うん、ね、気持ちよく寝てって、はい、こういうふうにありたいなって思うわけだろ、うん、それがなんかいつの間にかさ、うん、なんか節制することになんかハマっちゃって、うん、そうですね、なんかな、うん、そういう人もいらっしゃるじゃない、いらっしゃいますね、まあそれはそれでな、はいはい、そのいいんだけど、まあ、はい、そう、まあなんかちょっと寂しい気もする な、ね、人間だもん、だってさ、さたまにはマックも食いてえべ、うん、いや、うん、たまにはマックも食べたいじゃないか、そうですね、うん、大丈夫いやいいんだ、今日俺は瞑想をしてる日だからな、まあそうだね、うん、まあたまにはマックも食べたい、食べるな、はい、いや、やっぱり今日はマックじゃダメだな、モスバーガーだなとか、うん、そういう日もあるじゃない、ありますね、な、うん、はい、うん、で、まあ、たまにはな、はい、ちょっと今日はあの控えておこうかなとか、はいはい、あったりとか、うん、そのバランスでな、はい、うん、で例えば知り合いにご飯誘われたら、はい、本当だったら今日はちょっとあんまりこういっぱい食べない日だったはずなんだけど、うん、まあ、そりゃしょうがない、今日はな誘われたんだ、うん、だから今日はみんなでおいしく食べようみたいな、うん、そのぐらいのこうなんかこうなんていうの、うん、遊びがな、そうですね、うん、あんまりこう急にこうストイックになられてもさ、うん、しんどくなるもんな、そうなんですよね、うん、で周りがしんどくなるわけよ、そういうの、うん、気使っちゃって、そう、しんどいな、うん、うん、だからまあ適度に、うん、うん、ってことですね、うん、そもそもそのためにな、うん、みんなと仲良くいたくて、うん、みんなと笑ってたいくて、うん、いろんな努力をみんなするわけだから、うんうん、まあそうですね、うん、うん、そうだ、あでもいいな、伊藤さんの早起きとかな、うん、そうです、早起き、素晴らしい、いいよな、うん、渡辺さんの柔軟はまあまだまだですね、まだまだレベルで言うとまだな、ね、もうちょっとなんか取り組んだ方がいいんじゃない、そうですね、うん、ちょっとまだ下の下ぐらいですね、いやそんなことはないそうですか、うん、中の上の下の下ぐらい結構下だよね、うん、まあ、そのぐらいの感じなんじゃないか、はい、うん、うん、まあな、ございます、うん、あそういうことだ、はい、まあ、確かに今日なお客様と話しててな、はい、そうなんですよ、うん、でもただほらその瞑想っていうとなんとなくさ、うん、ちょっとなんかほら怪しいんじゃないのみたいな、うん、だからそういうイメージもあるじゃん、うん、まあ、でもそんなこともないと思うよな、うん、そうですね、うん、それぞれ その自分のこうルーティンワークっていうの、はい、うん、自分に合ったそのルーティンワークを、はい、取り入れていくっていうのはすごくいいことだけど、はい、あんまり周りにいる人とか身近にいる人にね、はい、なんかちょっとやりすぎじゃないって思われない程度にやるっていうのから、そうですね、まあ、それこそバランスだから、はい、うん、大事なんじゃないかなと、はい、思うけど、はい、うん、ありがとうございます。僕はね、あんまりこう健康をそもそもこう意識すると、はい、なんかほら意識してからどんどん体調悪くなるみたいな時ってない？あるあるある。今までそんな細かいこと考えなかったのに、なんかある時誰かに言われて気にし始めたらなんか調子悪くなってきたみたいなのもあるじゃん。うん、ある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 。だからあんま気にしないぐらいがちょうどいいね。うん、そうだと思う。な？うん。うん、ですね。うん、だからあの俺なんかあの前に先輩と喋ってる時も言ったけど。はい。例えばちょっとほら変な、まあ、ちょっと汚い話だけど便通が悪いなみたいな時あるじゃない、はいはいはい、ね、そういう時なんかいい対処法あるなんて言われた時にさ、うん、いやもう便通が悪いってことは腹筋が足りないってことですよ、だからもう腹筋したらフンフンってこうな、うん、そのぐらいの気持ちでいると、うんうん、まあそうですね、気が楽なんだよ、まあ、確かにね、そうかも、うん、
そうだね、うん、そうだそうだそうだ、まあ、だから俺なんかあんまりそういうそもそもそういうのはあんまり必要ないタイプだから、うん、タイプ、うん、タイプだね、だから俺に相談すること自体が本来間違ってる、うん、なるほど、うん、そっか、うん、違いましたか、そんなこと気にしてるようだったらこんなことできないからな、そう、そうだろう、そうだよ、うん、だってもう声だっておかしくなっちゃってるし、うん、そうだな、まあ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 、まあやっぱりだから本当はこのぐらいで落ち着いて、はい、このぐらいのトーンで話してるっていうのが、はい、きっと本当は体にとっても一番いいんだろうけど、はい、どうしてもな、はい、やっぱりこうみんなのみんなに届けたい、みんなに笑ってほしいって思うと、うん、ついこういう声なんだな、やっぱりこういうふうになっちゃう、うん、まあ、どっちも俺の地声なんだよ、だから、うん、ああでもこの話すると長くなるから、うん、ね、これで今日はこれで終わっとくけど、また次の回にしましょうよ、うん、な、はい、ということで、まあ、とにかくみんな元気でな、はい、ニコニコ笑ってる時間がなるべく多くてさ、うんうん、でもニコニコ笑ってる時間が楽しいってことを実感するためにもたまにはちょっとしんどい時間もあってさ、うん、まあ、そういうメリハリが大事なんじゃないかなと、はい、いうふうに思います、はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした。